そして前原国土交通大臣直属の専門家チームがまとめている日本航空の経営再建案で、大型機数十機の売却や廃止路線の見直しが検討されていることが分かりました。専門家チームが取引銀行に提示している再建案では、ボーイング747型機などの大型機数十機を売却し、330億円のコスト削減を図るとしています。また人件費や年金支給額をカットするなどのリストラを進め、5年計画で年間500億円を超える利益を上げる体質にすることが盛り込まれています。また当初廃止の対象となっていた50の路線について、運行機材を小型化するなど採算性を再度見直し、国内線国際線ともに廃止路線の数を減らす方向で調整していることが明らかになりました。